早く体勢を立て直せ。その必要はないよ。全員戦闘を中止しな。ソミア様。もういい、終わったんだ。そんな、我らはまだ戦えます。戦ってどうなるっていうのさ。このまま行けば全滅だよ。言ったはずです。我らの夢はあなた様の幸せ。そのためならば。死んだら終わりなんだよ。たとえ敗れても生きていればきっと次が見つかる。それが夢ってもんだろ。それに殺されるって決まったわけじゃないさ。わかりました。ソミア様、心配することないさ。まさかいきなり切りかかったりしないだろ。それはそうですが。ヒューイエルザード、アタイラの負けだ。降伏するよ。やけに物分かりがいいですわね。楽させてくれて礼を言うよ。ただし、降伏するのはあたいだけだ。あなただけ？どういう意味ですか？他は全員、第七生部隊との交戦で戦死した。生き残りはあたいだけだ。なんで？ちゃんと生きてるよ。わかった。礼を言う。アリア。はい。拘束しろ。はい。ソミア様、動くな。死人が動くとややこしくなるだろ。ですが。言っただろ、次の夢を探せって。悪かったね、お前たちの夢叶えてやることができなくて。いえ。最後の命令だ。命令？これからは自分のために生きろ。決して値みたいな人間のために死のうなんて考えるんじゃないよ。ソミア様。待たせたね。行こうか。ああ。これよりアルビダブへ帰還する。はい。行ってしまわれた。結局我らは最後まであの方のお役に立つことができなかった。我らに今少しの力があれば、そうすればこんなことには。力ではない。我らに力など必要なかったのだ。今少しの勇気さえあれば。それでソミア様は。バカがつくほど元気ですわね。だってご飯以外楽しみないじゃんか。浅ましい人生ですわ。ここのご飯そんな楽しみなん？うん。なんで？めちゃくちゃまずいやんか。うちここのご飯嫌いや。いいじゃんか、お腹に入れば。そうです、お腹が空いているときは何でも美味しいです。そうだよ、アリアのご飯でも食べれるんだからね。ほう。あ、じゃあ私の作った料理はここの以下だっていうわけ。はい。まあまあ、ほんまのことやからしゃあないやん。
正直なのはいいことですわ。もういい。ん？どうなしたん？あ、いえ、少し心配で。何がですの？ソミヤ様やユイ様のことです。本当に大丈夫なんでしょうか？それならそんなに心配することないと思うけど。そうだよ、だって軍法会議ってのをやるんでしょ。だったら隊長がいれば心配ないよ。人を騙すのだけは上手だからね。うん、だから心配しなくてもいいと思うよ。だといいんですけど。死刑ですか？そうだ、反逆者ソミヤは処刑する。軍法会議もなしにですか？会議など必要ない。その女は軍務総裁殿を殺害したのだからな。ですが、軍人であれば誰もが軍法会議を受ける権利を要しているはずですが。軍人であればな。だがそこにいる女はすでに軍人ではない。軍人ではない。軍務総裁殿を暗殺した罪により降格、元の暗殺者に逆戻りだ。なるほど。よって軍法会議を受ける権利はない。でしたら処刑することもないのでは。なんだ、降格処分によってすでに罪を償っているのでしょう。ふざけるな。軍務総裁殿を殺した罪がそれぐらいで消えるわけがない。ですが強行外科の裁可がすでに下ったのでしょう。だったら処刑する権利など。黙れ。軍としての処罰が済んでも人としての処分は終わってはおらん。では民間人としての罪を問うと。そうだ。でしたら軍法会議は必要ないですね。分かればよいのだ、分かれば。ですがその代わりに今度は裁判というものが必要になると思うのですが。詭弁を弄するでないわ。詭弁には詭弁を持って応じるのが正当だと思いますが。評議会の決定に逆らうというのか。そんなつもりはありません。ただ私は正当な手続きを踏んだ上で。ヒューイ。ん？もういいよ。もういいってお前。そいつはどうしてもあたいを処刑したいみたいだしさ。だが。それにこれ以上やったらあんたの立場が悪くなるよ。そんなことしたらジョーちゃんらに怒られる。あのさ、おじさん。おじさんだと。貴様、それが上官に対する態度か。あたいはもう軍人じゃないんだろ。だったらあんたは上官でも何でもないよ。死刑なら死刑でいいよ。その代わり頼みがあるんだけどさ。頼みだと？あたいの処刑には強行とやらも呼んどくれよ。最後くらい派手に死にたいだろ。当たり前だ。貴様のような重罪人の処刑には強行外科が立ち会うことが原則となっておるからな。あっそう。すでに都には連絡しておる。数日中にはこちらに到着なさるはずだ。そいつで文句はないよ。で、あたいはそれまで？決まっておろう。お呼びですか？こいつを地下牢にでも放り込んでおけ。はっ。いた。もうちょっと優しく扱ったらどうなのさ。黙れ。この間までは媚びへつらっていたくせに。まあ地下でゆっくりとくつろいでおくのだな。そうさせてもらうよ。連れて行け。はっ。ヒューイ、貴様も下がってよいぞ。わかりました。それと今日の発言、
すべて報告させてもらうので、そのつもりでな。失礼します。ティア、何してんの？食べ物粗末にしちゃダメでしょ？違います。あとね、ソミアさんに持ってってあげるんです。ソミアに？はいです。ソミアさんもお腹空いてるから美味しいって言います。じゃあ私はエビフライあげよう。じゃあ私はハンバーグを差し上げますわ。ありがとうございます。ほな、うちパセリ。パセリはダメです。なんで？自分の嫌いなもの置いたらダメなの。自分の好きなものをあげるんです。ほなやっぱりパセリやんか。なんでそうなんだよ。嫌いなものはダメって言ったじゃんか。そやかて、うちパセリ大好きなんやもん。じゃあ2番目。2番目やったら、唐揚げ。それでいいです。ほな、はい。シルエラさんは？私ですか？私はポテトサラダを。どうでもいいけど、あんたたちそれそのまま持ってくつもりなの？はいです。そのままだとこぼれるでしょうが。あ、そっか。たく、お皿借りてきてあげるから待ってなさい。あ、隊長。何かあったんですか？あったといえばあったよな。ねえ隊長。なんだ？ソミヤさんの軍法会議っていつやんの？いつって言われても。いいじゃん、教えてくれてもさ、あたし応援に行くし。もう見に行きます。ないよ。ないってどういうことですか、ヒュイ様。ソミアは死刑だ。今さっき決まった。そんなバカな。正式な軍法会議なしで死刑なんて。なんで、なんで隊長。隊長助けてあげるって言ってたじゃんか。仕方ないだろ、ソミアがそれでいいって言ったんだから。仕方ないじゃないよ。シルエラ。はい。酒あるか？すぐ持ってきます。なんで助けてあげなかったんだよ。ちゃんと約束したのに。なんか言ってよ隊長。ねえ隊長ってば。どうぞ。ありがとう。隊長どこ行くんだよ、逃げんの？ハンナ。待って待ってってば。ハンナ。一人にしてあげなさいよ。隊長が一番辛いんだから。でもあんたが一番わかってるでしょ。わかった。ん？ソミヤさん死んじゃうんですか？そうよ。よう。これはヒュイ様、こんな夜遅く何のご用ですか？いや、
いい酒が入ったし。は？ソミヤと飲もうかなと思って。それは無理です。そんなことをしたら私が。バレなきゃいいだろ。それは俺とお前が黙ってたら誰にもわからないんだし。わかりました。では鍵を。ありがとう。元気か？これから死ぬってやつに元気かもないと思うけどね。それもそうか。入ってもいいか？入る？いい酒が入ったんだ。別に止めやしないけどさ。そうか。よいしょっと。なんだよ。ほんと、あんたといい、あんたの部下といい、どうかしてるよ。俺の部下？ティアって言ったかな。さっきここに来たよ。ティアが？何しに？食事を持ってきてくれたんだよ。それも泣きながらさ。あたいが食べてる間、ずっと泣き続けてるもんだからさ、慰めるのが大変だったよ。ほんと、どっちが処刑される人間か分かれしない。でも、嬉しかったけどね。そうか。飲むだろ。もらえるものはいただくよ。あんたとこうやって飲むのは久しぶりだね。ゼベルにいた時以来だからな。ゼベルか。覚えてるかい？何を？ゼベルの村でのこと。よく。まだ怒ってるんだろうね、あんたは。うん。でもさ、あたいらにとっては必要だったんだよ。必要だったか。あの時も言ったけどね。あたいの親父は暗殺者だった。あんたらの意味嫌うね。その親父が選考を重ね、士分に取り立てられた時、どうしたと思う？喜んだだろうな。泣いたよ。泣いた？一度上の生活を味わえば、再び下の生活に落ちた時、人は耐えようのない屈辱と絶望感に陥ってしまう。部下たちにそんな思いをさせないために、私はこれから先さらに先行を立て続けねばならない。そしてお前もまた。父上は自分のために泣いたんじゃない、あたいのために泣いたんだ。父上の夢が叶ったのに、ただあたいのためだけに。その時あたいは決めた。父上が手に入れたもの、父上が守ろうとしたもの、それをきっと守り続けてやるって。それでか。たとえそれが罪のない村人であったとしても、邪神軍につながっていたと報告すれば敵になる。それを撃ったならちゃんと先行として扱われる。仮に軍の連中に見られたとすれば、そいつらに報告される前に殺してしまえばいい。戦闘中に戦死したと報告すれば、あたいらの働きが際立つんだ。人として最低なのかもしれない。でもあんたも見ただろ。ああ。あたいらは人として扱われはしない。だったら犬畜生に成り下がってでも自分たちの生活を守ってみせる。だからあたいは後悔してないさ。今までやってきたことも、こうして牢につながれていることも、覚悟は決めていたからね。あの日、すべてを守ると決めたときに。どうして俺にそんな話を？多分あんたのことが気に入ったから。気に入った？それまでの連中はみんなあたいらを蔑むか怖がるかのどっちかだった。だけどあんたらは違った。あんたらはあたいらを対等の人間として扱ってくれた。だからあんたにだけは、
本当の値を知ってほしかった。そうか。これでもう思い残すことはないよ。あとあるとしたら。あるとしたら？好きな男に抱いてもらえなかったことかな。好きな男にな。お前にもそんなのがいたのか。ほんとあんたも鈍いね。何が？言ったろ、あんたらだけがあたいらのことを人として扱ってくれた。ん？あたいが好きなのはあんただよ。え？あんたがあたいのことを抱いてくれたらいいのにね。あ、雲が切れたみたいだな。月明かりか。考えたら、あたいはこの牢屋に生まれたようなもんかもしれないね。闇の中に生まれ、ずっと窓から見える太陽に憧れ続けて。太陽か。高望みしすぎたんだよ、あたいたちは。ここでじっと太陽を眺めてたらよかったんだ。それでも少しは温まることができたんだからさ。そんなことないよ。誰にでも日の当たる道を歩く権利はあるよ。それに毎日外を歩いてる奴にはお日様のありがたみなんてわからないからな。俺もそうだから。笑うなよ。優しいね。優しい？俺が？あたいみたいなのを慰めてくれるなんてさ。うん。あたいも騎士様に生まれてたら、あんたみたいに優しくなれたのかな。さあな。ただ。ただ？俺がお前の家に生まれてたら、俺は多分同じことをしたと思うよ。ありがとう。この翌日、ソミア・アルスタの処刑の日時が決定された。4日後、教皇の到着を待って行われるということであった。だが、その日時に興味を持つ兵は誰一人としていなかった。それよりも刑が執行される場所、そしてその処刑方法の方が目を引いたのである。場所はアルビダブ基地を出てしばらく行った丘のふもと。処刑方法は火炙り。共にその血で人の住むべき場所を汚さない処置であり、野党や奴隷に与えられる方法であった。それから4日後、はい、何でしょうか。上がっておるのか。上がる？いつもより緊張しているように見えたのでな。かもしれませんね。お主でも緊張することがあるのじゃな。それは、まあ、違う意味ですが。違う意味？来よったか。これであやつも。あっ！な！剣を！あっ！剣を奪ったぞ！教皇！止めろ！どけ！飛んだ！ソミア、お前やけに。やけになんかなっていないよ。何？言ったろ、自分の死に場所は自分で決めるって。死に場所？あんただよ。ん？
あたいは悪人として死ななきゃならない。そう、極悪人として蔑まれ死んでいく必要があるんだよ。な、何を？出なきゃ、あたいの手にかかって死んでいった連中が浮かばれないだろう。だから普通に軽視するわけにはいかないんだ。だからって。それにあんたは分かってくれた、あたいの生き方を。ん？あんたならあたいみたいなのの死でも背負っていってくれるだろう。ソミア！早く！あたいはあんたの腕の中で死にたいんだ。あたいが初めて愛したあんたの手にかかって。ソミア。これが最後のわがままだからさ。死ぬ時くらい。あ！ヒューイ・エルザード、逆賊ソミア・アルスタを討ち取りました。ん？大義であった。一つお願いを聞いていただきたいのですが。申してみよ。ソミアとはゼベル基地で共に任務についていた仲でもあります。いろいろと縁もあることですし、私の手で葬ってやりたいのです。それはよろしいですか？よろしいですね。よかろう。お主の好きにすればよい。